トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。11月14日月曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から南の空の方にカメラを回してます。今日の天気は曇り、風が強いですね。北東の風が5メートルから7メートル吹いてます。ちょっと今日は風が強くて鳩の社外をするのをやめることにしました。鳩さん、おはようございます。今日の棚の上の位置はというか、鳩がなんかバタバタ寄ってきてますね。どうしたんでしょう。だいぶ元気になって食欲が増してきたみたいですね。床の糞の状態です。厩舎の入り口から奥の方へカメラを動かしてます。鳩がこういっぱい入り口の床の上にいて、糞の状態よく見えないんですけども、綺麗ですね。昨日までと違って今日の糞はいいですね。糞の状態からすると鳥の最悪期は出して良くなってきました。次の土曜日、11月19日は東京西区水沢400キロレジナルレースの予定日です。過去の参加厩舎数、参加波数、帰還率等を確認してみたいと思います。今年の参加厩舎数は48厩舎、参加波数は728羽と、過去5年間で2番目に少ない参加厩舎数、参加波数となりました。鳩界の高齢化が進んでいる中、毎年こう減ってくるのはやむを得ないんですけども、ちょっと今年は前回の300、帰りが 50% ということもありまして、厳しい参加数になってます。またここに来て餌吐きがあちこちで出てますので、まあ、私の厩舎もそうなんですけども、ここで取りやめて来年に回すという厩舎も多いようです。過去5年間の参加厩舎数は64厩舎。参加波数は1107羽です。さらに過去5年間の平均管率は 58%。300キロが 54% ぐらいでしたから、300キロ、400キロとともに秋レースは 50% 台の帰還率ということで、厳しい秋レースということがデータからも読み取ることができます。今年はさて、どのくらいの帰還率になりますか。できれば昨年の帰還率 77%、 18年度の帰還率 74% を上回るような帰還率になってほしいなと思います。鳩の飛散率はお天気次第、北風、晴れという日になってほしいなと思います。うちの鳩の状態も随分上がってきましたね。昨日の夕方も普段の7割ぐらいの餌を与えたんですけども、それも元気よく食べてくれました。さらに今日の朝は、ものすごい食欲。今まで1回あたり7グラムしか食べなかった鳩が今14グラムの量を食べて、まだ足りないという表情をしています。もう少しこれ追加して餌を与えたいなと思います。これだけ食欲が戻ってきましたから、鳩の糞も良くなるのは当然ですね。たくさん食べて、たくさん飛んで、スタミナをつけて、来年の春レースに向けて、ここから再スタートの開始です。あと2週間ぐらいしたらさらに元気になってくれますので、どうでしょう、12月に入ったら訓練近場ですけども、また再開して鳩の基礎本能に磨きをかけたいなと思います。いや、今年はたくさん鳩がいますので、春に向かってこの中から選抜をして、ずっと好期間で乗り切れるような、そういうレースになってほしいなと思います。鳥の調子が戻ってきて、
元気な鳩になってきました。気持ちもだいぶウキウキ。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。